るところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく、剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。おとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。